過去主君関東を1回ずつ取っています。前頭5枚目黒姫山、先場所優勝、横綱に王手をかけた32歳ベテラン琴桜、連覇を狙います。今場所も初日から11連勝するなど絶好調、現在1敗で単独トップ、勝てば優勝の琴桜、過去の対戦6勝3敗と琴桜リード。違った、琴桜押す、押しました、押した、寄り切り、寄り切り、琴桜の勝ち、黒姫山に勝ちました琴桜、これで13勝1敗、千秋楽を待たず優勝、2場所連続優勝で横綱は決定的です。横綱をほぼ確実なものとして勝ち名乗りで思わず涙ぐむ琴桜です。